はい、キャリアです。 Amazon で激安のハンドスピーナーを買ってみました。ハンドスピーナーか、買ってみました。こちらです。じゃじゃーん。はい、400円ぐらいで買いました。はい、ただね、海外から、まあ中国からでしょ、送られてきたんで半月以上、20日間ぐらいかかりました、届くまでに。だから流行、お流行りやした、買おう、安いって言って、一回なんかお店側からキャンセルされちゃって、でまた別のお店に、注文してやっと届きました、無事。そんでね、ちょっと遊んでみたんですよ。いや、すごい、思ったよりすごいよ、これ。しかもこんなケースに入って400円のくせに。はい、いい感じ。うん、じゃあ開けていきましょう。ちょっとね、ピントが合いづらいかもしれない、このカメラだと。はい、はい、こんな感じ、見えるかな。こんな感じです。こんな感じですっていうか、大体ね、みんなわかるでしょ。うん、まあ中国製なんでね、こういうね、ケースに若干傷があったりするんですけど、まあね、全然遊べますよ、これ。はい、こうやって、まあ持つ、まあね、YouTube で見たのを真似してやるだけだから、合ってるかわかんないけど、多分合ってると思う。いくよ。おおって感じじゃない？めっちゃずっと回るん、これ。思った以上に。ただね、なんかね、高いやつとか6分、7分とか10分ぐらい回るのもあるのかな、わかんないけど、すげえ回るみたいなんだけど、俺のは400円だから、多分ね、2、3分、1分とかかな、わかんないけど、ただ正直、予想以上にちゃんと回るし、必要十分。必要十分って言うけど、回転を必要としてることはないけど、もうこんだけ回れば十分です。スッと止めてばね、はい、いいんですけど、これね、ほんとね、暇な時、あのスクイーズがさ流行ってたじゃん、ちょっと前に。もうあれもう流行ってないけど、スクイーズが流行った時に、なんか暇な時とか YouTube とか見ながらスクイーズ揉んでると、なんかすごいなんか癒されてたわけ。それと一緒で、 YouTube 見ながらとか考え事 してる時とか、ちょっとぼーっとしたいなって時に、ちょっとこれ回して、手にこう持って、あ、やべ、これ平行にしたいな、これね、ちょっと、ま、回しとけばすごいね、なんか癒されるんですよ。音もね、スルスルスルって回っていい音するし、すごいよね。見えるかな、これカメラに伝わる？すげーって感じ。いや、これね、400円いいと思う。あのね、オフハウスにね、600円でもうちょっと良さそうなカラフルなのが売ってたんだけど、それは即売れしてました。うん、だから今人気みたいね。でもアマゾンで安いから、なんか変に、うん、なんか在庫がどこにもなくて価格が高騰したりもしてないから、いいブームだと思います。最近のブームって、どれもこれもブームになるとすごい高くなってたじゃないですか。妖怪ウォッチとかさ、スクイーズとかもすごい高かったじゃん。これはね、比較的安価に手に入ったんで嬉しいです。ただ近所のおもちゃ屋さんとか電気屋さん、スーパーとかには一切置いてないんで、やっぱ Amazon で買うしかないのかなって感じ。変にフリマアプリとかオークションとかだと高くなってると思うんで、 Amazon で安いところから買っても全然遊べます。うおーってこと。まあでも外れはあると思うよ、そりゃ。俺の場合は400円で買ったんだけど、まあ大丈夫だった。もっとね、高いのもあるし、もっと安いのはさすがにね、あんまなかった。400円ぐらいが一番。あとはまあ、その店舗の星の評価を見て、あんまり低いとこからは買わない方がいいじゃん。だってね、96% 以下はね、やばいと思う。以下ってか、未満か。96% ぐらいまでは大丈夫だけど。まあ一回ね、俺もね、キャンセルされてますから。注文してお金払うじゃん。まあ、ポイントで払ったんだけど、そしたら、キャンセルされましたっつってメールが来て、でお金も戻ってきてみたいな感じだったんで、必要十分な感じでした。以上、ハンドスピナーの紹介でした。ということでね、このチャンネルがね、このチャンネルっていうか、この動画がね、良かったなとか、あとハンドスピナー回してみたいなって人はね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー。